岸和田キング総覇戦 in 和歌山、メイン前の一戦を制したのは福井の寺崎康平でした。後方から一気の巻き返し、マーク神田とワンツーが決まっています。3連単も800円と人気サイドでの決着となりました。さあ、今シリーズを占う上で非常に重要な一戦、優勝候補9選手が姿を現してまいりました。12レースが S 級の初日特選競争です。距離は変わらず 2025m、 バンク周回は5周回、レース形態は先頭固定競争、先頭誘導員は前田拓也選手が務めます。中央通路を通って対戦の9選手8走台に勢ぞろいいたしました。それでは12レースの対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介いたします。1番千葉の和田健太郎、2番大阪古性優作、3番福岡園田匠、4番大阪稲川翔、5番秋田の森沢太志、6番神奈川和田まくる、7番広島松浦裕二、8番福島の小松崎太一、そして9番三重の浅井光太、以上9人の対戦です。非常に豪華なメンバーが揃いました。まずは7番車の松浦裕二、このレースの一番人気に支持されています。展開を読み解く頭脳に加え、パワーもある選手、マーク園田と決めることができるか。対して1番の和田健太郎、昨年のグランプリ王者がここ和歌山から2021年をスタートさせます。俊敏な当たりから白星スタートとなるかどうか。そして2番車の古性、地元記念に加え、後ろは気心の知れた田川、他の選手に主役は譲れません。田川と決めることができるかどうか。構えての号令、号砲なって第12レースのスタートです。まずはスタートですが、2番の古性優作がスタートを取りました。そして2番手ですが、1番の和田健太郎、3番手で5番の森沢太志、外から上がって3番の園田匠です。そして4番の稲川翔がいて、9番の浅井光太、その後ろが6番の和田まくる、そして距離があって8番の小松崎太一、最後方ポツンと7番松浦裕二という序盤戦です。先頭は1周回目、3コーナーから4コーナーに向かいます。まずは2番車の古性が自らスタートを取りました。2番の古性の後ろには4番の稲川が続いて、大阪コンビが先頭2番手です。そして3番手、車を上げてきたのが6番の和田まくる、和田健太郎が迎え入れていって、南関東勢が3、4番手に収まりました。この後ろに短期9番の浅井光太が入っています。そして8番の小松崎に5番の森沢と北日本勢、7番の松浦、3番の園田、西日本勢は後ろ攻めとなっています。体型は縦1列、正攻法が2番の古性、追走が4番の稲川、地元記念最高のスタートを切りたいところ、大阪コンビです。そして3番手に入って6番の和田まくる、グランプリレーサーを連れてどんな走りを見せるんでしょうか。マークが1番の和田健太郎、グランプリ王者の貫禄を示すことができるかどうか。そして短期9番の浅井、短期戦ですが虎視眈々と勝機を伺います。後方8番の小松崎は近況の連帯率4割を超えています。マークが初の SQS3、 5番の森沢太志です。そして得点上位7番の松浦、後方の8番手、追走が3番の園田匠です。さあ、各ライン位置取りが決まって今のところ動きはありません。人気を集めた7番の松浦はまずは後方の8番手となりました。さあ、この辺りは静かな展開。青番周回4コーナーからホームストレッチ、まずここで後ろから7番の松浦裕二が上昇開始。まずはこの7番の松浦からレースを動かしていきまして、誘導を下ろして先頭が7番の松浦に変わっています。そして8番の小松崎、北日本勢がこの松浦ラインを叩きに行って、さあここで先頭が8番の小松崎に変わっていきました。叩かれて7番の松浦が3番手、そして今度は南関東勢の反撃。さあ6番の和田まくるが主導権を握っていく。追走が1番の和田健太郎、そして3番手に入っていって9番の浅井、浅井が3
3番手キープとなるが、この内では8番の小松崎太一、そして後方から地元勢まくっていく。さあ2番の古生のまくりですが、現在は8番手付近、飛ばしていくのが6番の和田まくる、2番手絶好、1番の和田健太郎、3番手9番の浅井光太、そして7番の松浦、厳しくなっていくか、外に膨れていく。さあ先頭6番の和田まくるで4コーナー直線、ここで先頭は1番の和田健太郎に変わった。1番の和田健太郎だ。12レース S 級の初日特選競争、6番和田まくるの果敢な先行勝負、番手絶好1番の和田健太郎がものにしています。それではこのレース VTR でご覧いただきましょう。6番の和田まくるが主導権を握りました。そしてあとはまくり合戦となったんですが、9番の浅井光太、そして2番の古生優作、外に膨れて7番の松浦、厳しい展開となりました。最後の直線コースでは逃げる和田まくるの行為から、グランプリチャンピオン1番の和田健太郎が抜け出した模様です。角度を変えたスローリプレイご覧いただきましょう。1番の和田健太郎に9番の浅井光太、3着通過で2番の古生とお伝えをしておきます。決定放送お待ちください。12レースでした。ありがとうな、和田まくるが先行するという。さあ12レースご覧いただきましたが、最終的には和田選手が風を切ってました。 ね先行ですよね。そうですよ、そこからみんなね迫ってはくるんですが、ね、番手の和田選手がゴール1着通過と。浅井選手もやっぱりいいとこいますね。そうですよね、やっぱレースセンスあるよね、浅井君なんかね。そうですね、さあとは期待されていた古生選手はいかがでしたか。そうですね、ちょっとジャングラーで、ね、接触しかけてちょっと展開的にね、苦しかったかな。決定1着1番、2着9番、3着2番。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式16240円、枠番2連勝単式16360円、車番2連勝複式1番9番1360円、車番2連勝単式1番9番3860円、3連勝複式1番2番9番4830円、3連勝単式1番9番2番3万8090円、ワイド1番9番570円、1番2番1320円、2番9番580円。以上でございました。